はい、こんにちは。霊視研究家のかっちゃんです。はい、むいです。今回来たのが、はい、丹の鶴池公園。昭和32年1957年に完成した。昭和32年、ちょうど10年前やね、俺の生まれた昭和42年やでな。ということは、だいたい65歳の池ですか、ここ。67歳、66歳。過去に殺人事件があったり、小学生が事故で亡くなる事件があったらしい。あったらしいやもんね。はい、噂でございます。あったってね、でもね、新聞にも載ってないわけか。そうすると、あったらしいってことはどうなんでしょうね。このサイトが曖昧なのか、はたまたそのそういう噂で誰かが勝手に付け足したやつなのか。まあ大体あったらしいは噂だな。池の周辺から視線を感じる。池の近くに行くと頭痛がするなどと言われている。特に心霊現象が起こりやすいのは池にかかる吊り橋だという話だ。ここでは深夜にオーブを目撃したり、心霊写真が撮れたりする。オーブを目の前で、目で見えるって、その場でオーブを目撃したりってあるな。写真撮れたりじゃないな、ここなあ。面白いじゃん、実に面白い。霊感ない人でもオーブはオーブで見えるんですか、あれ目に。いや、見えないだろう。何かの間違いだろうな。何かの虫か何かじゃねえの、あれを。目でオーブを追えるってよほどの人だぞ、お前。相当どあれやねえの、動体視力のいい人じゃねえの。動体視力で賄えるのかな、オーブを見るの。分からん、あの透き通ったやつを目で追える、見えるっていうことはよほどだろうな。よし、とりあえず見に行こう。うん、とりあえず行こう。あっちか。いい公園ですな。釣り場所こう壊されとるのか、ね、あっちのあれじゃない。どれ釣り場所、あれ釣り場所じゃねえやろ。あまったく記事が適当だぜ。なんか看板もあるよね、釣り橋。びっくりした。釣り橋、180メーター向こうにある。遅いね、ナビ。コーン。何今の。どういうことや、コーンって。おいおい、冗談だろ。え、あれ心霊現象ですか。じゃあどうやってなるんや。なんかお寺かなんかあるんじゃないの。じゃあもう一回なるぞ。ならんぞ。あれ、そう、俺に聞こえる形であんな分かりやすくなる。今聞こえたよね、うん、オンオンって。うん、立派な鐘の音が。もう一回ならん、もうそろそろなってもいいと思う。5、4、3、2、1、9。ポケキョならない。ポケキョだよ。何今の音。釣り橋180って言ったらゴーンやったでな。うん、呼ばれてるな。来るなって意味かな。あ、そっちか。だいたいそっち系だ。こんな早い経過音ある。俺が聞こえるレベルって大概よ。でも音鳴るもんねえもんな。そうですね、こっちの方からなんか後ろの方から鳴ったんだけど、別に神社とかないもんな。なんだ今の音、なんかあるのか。まあいいべ。
もしかしなくても90メートルのこれか釣ってないよな。でも釣り橋じゃないよな。行き止まりでした。あら、渡っちゃいけませんか。はい、ついてきてみ。菊川市役所。なんかあるのかね。廊下だろう。本当だ。あれ、そこは本当なんだ。釣り橋、これは立派な釣り橋だ。新しいな今この定員4名っていう数字は恐ろしすぎるよ。あれ4名以上の会場ないよ。よし、一人ずつも取ろうかえ、ていうかさ、これさ、さっき の、 あの通行止めの橋の方に行くだけでしょ、これ。うん、めっちゃ綺麗よね。なんかこの辺感じますかい？特に？あ、感じるんだ。あ、ふわー。主に今どの辺から感じるとかありますか？あっち、下の方。うわ、結構揺れる。一人ずつ行こうか。一人ずつ行こうか。壊れたらどうするの？壊れる。あ、思った以上になんか揺れる。うわーうわーうわー全くもう、ああ、よくない手だから下カメラで撮っといて。下？何言ってんだよ。それは怖いよやるよ。
楽しんどるな。なかなか。なんかこっちの方が楽しいのかな。何やとんの？よくないって、よくないって。壊れたらどうするんですか？誰かが直すよ。その前に俺という名の怪我人が出るのだよ。落ちたってお前水の中やな。いやもうだってそんなバッチリ水の中入ったら車乗っても何になるの？乾かすまでまたすぐ乾くやろ。ここで人が亡くなったわけじゃないね。何度も事故の方は池の方だと思うけど、あれさっきの池の方は。うん。あっさりここで。なくなるかな、事故が。でも1メーターぐらいはあれそうだ。落っこったらあれだもんな。まあ、一曲が悪かったりしたら、うん。ワンちゃん。子供からあり得るのかな。悪い気はしないんだけどな。そんなに怖い？うん。いや、全然。今よ、俺さ、うん、すごく頭がフラフラしてんだけど、俺もうダメかな、今。あれ？そんななんか、うん、ゲロ出そう。見えないところで入ってもらって。さっき食べたチキンが。晩ご飯先に食べてなくてよかった。あの、コーヒーカップに乗った後の感じがしてるの、今。ああ。これ夜化けるな。やった、とりあえず今日も当たりは引けたぞ。ここのなんか、東屋だっけ、は何もない感じです。ね、東屋。これ。違う、ここじゃないんだ。なんか下半身と上半身が違う。どっちが、どっちがハッチャ、どっちが自分のものじゃない感じ。変な話さ、今暑いやろ、うん、はい、俺触ってみ。出た。汗出てねえやろ。うん、ええなあ。違うねって。未だによ、まだあの釣り革に乗っとるような気分。ああ、穏やかじゃないね。うん。もう、なんていうかさ、そういうの聞くとさ、なんか転びそうだけど大丈夫なの、そういうバランス感覚は。俺はよ、うん、俺の今の気分は空を飛んどるような気分。薄く上に上がって。うんうんうん。足元注意よ、本当に。あのね、自分の体重が今感じない。それはまずい状況なの。まずい状況。うわ、取り憑かれたような気が。おっと。
あれなんか思った以上にクリーンヒット出てる感じなんですけど、夜ここ来る感じでいいんですか。じゃあ逆転スリーランホームラン打たれたね負けてる、やべえ。本当にやべえ、なんか。やべえ。やべえぞ、ここ。あの今俺は一番びっくりしたのがさ、うん、そのマイセット持ってきてるんですな。いやなんかありそうだなと思ったもんだけど。あやべえ、俺やべえ、ちゃんと入るよ。入るよ。あった？うわなんだこれ。すげえ。とりあえずふわふわしてる感じなのは間違いないんですよね。お、俺もう今空飛んでる。自分で自分体重が感じないもん。怖い怖い、バランス崩す。だから事故が起きるのか。そうだろうな。じゃあその、なんていう、亡くなった男の子が霊感が強かったっす。男の子だった。遊び好きだな。さっきの川と全く別の川だよね。そうですね、こっちだいぶよどんでますからね、うん。このさっきの吊り橋ではなく、その前のここの橋、うん、あのさっきの通行止めがあったところの橋ですな、もう片割れの橋。これもうちょっと水があったんだろうな。うわ、土木せえ。うん、土木せえ。絶対しんどる水やねこれ。まああの川のなんていうの、上の上積みがなんかある時点でな。あんなけん綺麗な水はどこに流れてくるんや。多分この辺で、この辺でいっぱいいっぱい、ちょうど綺麗なラインが分かれてるから、こっちで。あ、そうか、こっちに流れてくるのか。ふぐ、ここまで来たらもう大丈夫な感じ。あらまあ、ちなみにかっちゃんよ、あのだいぶ中のこの辺だな、おっとこの辺で、もう足滑らかしたかなんかだな、溺れたかなんかだ。やべえな。どうした？あのそう思うと、だからさっきの鐘の音みたいなやつは帰れコールなのかなって、あの近寄るなっていう、なんて車の方に行かせる方から来てる、後ろから来てるから。なあ、お前らが来る場所じゃない、お前が来る場所じゃないっていう脅しだろうな。だいぶ遠いところから無意にも聞こえましたが、入ったね。あ、楽になる。ああ、
あ、この自然のエリアに入った瞬間があれですか。うん、うわ、気持ちよかった。おー。